五老,五老人事件、五老人事件、五老人事件、五老人事件とも表記は、1811年、文化8年、千島列島を測量中であった、ロシアの軍艦ディアナ号艦長のバシリー・ミハイロビッチ、五老人、バシリー・ミカイロビッチ、ゴーロブニ人、日本では一般には、五老人と表記するため、以下、五老人と記載する。だが、クナシリ島で、松前奉行配下の役人に捕獲され、 約2年3ヶ月間、日本に抑留された事件である。ディアナゴ副官庁のと、彼に打捕そして、カムチャツカへ連行された、高田や貨幣の尽力により、事件解決が図られた。五郎人が帰国後に執筆した、日本優秀期、現代により、広く知られる。日付は割れき。東方へ領土を拡張していたロシア帝国は、18世紀に入ると、 オホーツクやペトロパブルフスクを拠点に、千島アイヌへのキリスト教布教や、ケガワ税やサークの徴収を行い、ウルップ島に移民団を送るなど、千島列島へ進出するようになった。一方、日本もサキハ藩が1754年、法暦4年に、くな場所を設置し、アイヌとの交易を開始した。そして1759年、法暦9年に、サキハ藩氏が、 アッケ市で、エトルフ島及び、クナシリ島のアイヌから、北千島に赤犬を着た、外国人が番所を構えて居住しているという報告を受け、日本側もロシア人の千島列島への進出を認識するようになった。1778年、安永7年、イルクーツク商人のシャバリンが、エゾ地のノッカマップ、現在の根室市に上陸し、交易を求めた。 応対した正木藩氏が来年返答すると伝え、翌1779年、安永八年、あ家氏に来航。正木藩は幕府に報告せず独断で、交易は長崎のみであり、江戸地に来ても無駄であることを伝え引き取らせた。一方、日本側も、老中、田沼沖継ぐの時代に幕府が、江戸地建体験隊を派遣、1786年、天明六年に、 モガミ特内がバクリとして初めて、エトロフ島へ渡り、道東北東端のシャルシャムで、ロシア人と遭遇するなど、両国接触が増えていった。1792年、完成4年、アダム・ラクスマンが、新章丸漂流民の大国やダユーラを伴い、シベリア総督の新章を所持した施設として、エゾ地に来航。ラクスマンは、江戸での通商交渉を求めたが謝絶され、 代わりに、長崎入港を認める、新杯を渡され帰国した。露米会社を設立したニコライ・レザノフは、若宮丸漂流民の津田ゆ一行を送還すると、共に通称を求めるため、皇帝、アレクサンドル一世の新書及びラックスマンが入手した、新杯を所持した施設とて、1804年、文化元年9月に、長崎へ来港した。しかし、 半年以上反南禁状態に置かれた後、翌1805年、文化2年3月に、長崎奉行所で、目付、東山影国から通称を拒絶された。レザノフは漂流民を引き渡して、長崎を去ったが、ロシアに帰国した後、武力を用いれば日本は開国すると考え、皇帝に上奏するとともに、部下のらに日本への武力行使を命令した。レザノフは、 フボストフに計画を変更して、アニワ湾の偵察を行い、アメリカに向かえ、という命令を残して、サンクトペテルブルグへ向かったが、先の命令は撤回されていないと考えたフボストフは806年、文化3年から1807年、文化4年にかけて、エトロフ島やカラフ島、ィシリ島で、略奪や放火などを行った。は、1806年1月に、ロシアの着は、 食料等を支給して速やかに規範させる、ロシア船、なで恵む例を出していたが、フボストフの襲撃を受けて、東北諸藩に出兵を命じエゾチ沿岸の警備を強化すとともに、1807年12月に、ロシア船は厳重に打ち払い、近づいた者は逮捕もしくは切り捨て、漂着船はその場で監視するという、ロシア船打ち払い例を出した。また、1808年、 文化5年には、長崎で、フェイトン号事件も起きており、日本の対外姿勢は降下していた。そうした、状況下で発生したのが、五老人事件であった。1811年、文化8年、ペトロパブルフスクに寄港していたスループ船、ディアナ号の艦長五老人海軍隊員は、千島列島南部の測量任務を命じられ、ディアナ号で、千島列島を南下。 5月に、エトロフ島の北端に上陸、そこで、父もアイヌ漂流民の護送を行っていた、松前奉行所、調べ役下役、石坂武兵と出会った。五郎人が、浸水の補給を求めたところ、石坂は、同島の無事別、触れ物会所に行くよう指示し、会所宛の手紙を渡した。しかし、逆風に遭遇したことに加えて、当時のヨーロッパにおいて、 未探索地域であった根室海峡に関心を持ち、同海峡を通過して北上し、オホうツクへ向かう計画であった五郎人は部位別に、向かわず、穏やかな入り江がある、国知里島の南部に向かった。そして5月27日、泊まり湾に入港した。湾に面した、国知里陣屋にいた、松前奉行支配長役、ナサセザ衛門が警護の南部藩兵に砲撃させると、五郎人は、 補給を受けたいというメッセージを樽に入れて送り、日本側と接触した。6月3日、海岸で武装した、日本側の役人と面会、日本側から陣屋に赴くよう要請される。6月4日、五郎人、ムール商尉、フレブニコフ公開し、スイフ4名、シーモノフ、マカロフ、シカエフ、ワシリエフとチシマアイヌのアレキセンは陣屋を訪問。食事の接待を受けた後、 補給して良いか正木き奉行の許可を得るまで人質を残して欲しいという日本側の要求を拒否し、船に戻ろうとしたところを捕獲された。この騙し討ちを見て、ロシア人は白腕を配信腕と呼ぶようになった。ディアナゴ副艦長のリコルドは、五ロ人ニを奪還すべく、陣屋の砲台と砲撃戦を行ったが、大した損害を与えることができず。 そして攻撃を続けると五郎人たちの身が危うくなる懸念があることら彼らの私物を海岸に残して一旦オホーツクへ撤退した。オホーツクに着いたリコルドはこの事件を海軍大臣に報告し五郎人救出の遠征隊派遣を要請するため9月にサンクトペテルブルクへ出発した途中イルクーツク県知事を訪問したところすでに遠征隊派遣を願い出ているとの説明を受けた ことからイルクーツクに滞在したが、ヨーロッパ情勢の緊迫化のため日本への遠征隊派遣は却下となり、リコルドは文化ロアダの際に捕虜となり、ロシアに連行されていた両左衛門を連れて、オホーツクへ戻った。クナシリ島からディアナ号が去ると、五老人らは縄で縛られたまま徒歩で陸路を護送され、7月2日、函館に到着。そこで函館詰銀味役。 大島栄二郎の予備尋問を受けた後、8月25日に、まさきに移され監禁された。8月27日から松前奉行、荒尾成明の取り調べが行われた。荒尾は、フボストフの襲撃が、ロシア政府の命令に基づくものではなく、五老人も、フボストフとは関係ないという主張を受け入れ、五老人らを釈放する、よう11月に上したが、は、 釈放を拒否した。1812年、文化9年春、監視府の散歩が許されるようになり、また牢獄から、城下の武家屋敷への転居が行われたが、このまま解放される見込みがないと懸念した五老人らは、脱獄して小舟を奪い、カムチャツカか宴会集方面へ向かうことを密かに、企てけた。当初は、ムールやアレクセイも賛同したが、ムールは本意。 3月25日に、ムールとアレクセイを除く6名が脱走。マサキから徒歩で北に向かって、山中を逃げたが、4月4日、木の小村、現在の上野国町で植えて、疲労困敗となっているところを村人に発見され、捕まった。マサキに護送され、武行の尋問を受けた後、徳山大見和宮の奥にある、罰庫、沢（現在のマサキ町技信内の牢獄に入れられた。 幕府は、五郎人らに通訳へのロシア語教育を求め、上原熊次郎、村上帝介、村上帝介、馬場貞義、足立新党らがロシア語を学んだ。その他学者などが、獄中の五郎人らを訪問しているが、その中に、マミや林蔵もいた。林蔵は、解決病予防の薬として、レモンやみかん、薬草を手土産に、六分儀や天体観測儀、 作図用具などを持ち込んで、その使用方法を教えるよう求めた。また、林蔵は毎日、朝から晩まで通っては、鍋や酒を振る舞い、自分の探検や文化炉あだの際の武勇団を自慢し、ご老人に、彼の虚栄心は大変なものと評された。なお林蔵は、ロシア人を疑っており、ご老人らをスパイであると武行に進言し、江戸に報告書を送っていたと、ご老人は記している。 オホーツクに戻ったリコルドは、五ろ人救出の交渉材料とするため、両座衛門や1810年、文化7年に、カムチャツカ半島に漂着した寒気丸の漂流民を、伴い、ディアナ号と補給船、ゾウチック号の2隻で1812年夏に、クナシリ島へ向かった。8月3日に白に到着、クナシリ陣屋で、五ろ人と日本人漂流民の交換を求めるが、 松前奉行長駅並み、大田彦介は漂流民を受け取るものの、五老人らの解放についてはすでに処刑したと、偽り拒絶した。リコルドは、五老人の処刑を信じず、さらなる情報を入手するため、8月14日、早朝、国後島沖で、高田や貨幣の手船、関瀬丸を打歩。乗船していた貨幣と過去の金倉、平蔵、吉蔵、文治、愛主出身の死とかの、 計六名をペトロパブロフスクへ連行した。ペトロパブロフスクで、貨幣たちは役所を改造した宿舎で、リコルドと同居した。そこで、少年、オリカと仲良くなり、ロシア語を学んだ。貨幣らの行動は自由であり、新年には、現地の人々に、日本史を振る舞い信仰を深めた。また、当時のペトロパブロフスクは貿易港として、各国の商船が出入りしており、 貨幣も諸外国の商人と交流している。12月8日、割れき、家兵は寝ているリコルドを揺り起こし、事件解決の方策を話し合いたいと声をかけた。貨幣は、ご老人が捕獲されたのは、父母ストフが暴虐の限りを尽くしたからで、日本政府へ、蛮行事件の謝罪の文書を提出すれば、きっとご老人たちは釈放されるだろうと説得した。翌年に、月に、 吉蔵、死とかが病死。貨幣は、キリスト教の葬式を行うというロシア側の申し出を、断り、自ら仏教、アイヌそれぞれの様式で三人の葬式を行った。その後、自らの健康を不安に感じた貨幣は、情緒が不安定になり、リコルドに早く、日本へ行くように迫った。リコルドはこの時カムチャツカの長官に任命されていたが、貨幣の提言に従い、 自らの感触をもって、カムチャツカ長官名義の謝罪文を書き上げ、自ら日露交渉に赴くこととした。幕府は、貨幣の打歩後、これ以上ロシアとの紛争が拡大しないよう、方針転換し、ロシアがフボストフの襲撃は、皇帝の命令に基づくものではないことを公的に、証明すれば、ご老人を釈放するととした。これを、ロシア側へ伝える、説油書。 ロシア戦行を相渡し交差取る書きを作成し、五浪人に翻訳させ、ロシア戦の来航に備えた。この幕府の事件解決方針は、まさに貨幣の予想と合致するものだった。1813年、文化10年5月、貨幣とリコルドラは、ディアナ号で、ペトルパブルフスクを出港、クナシリ島に向かった。5月26日に白に着くと、貨幣は、まず金倉と平蔵を、 クナシリ神夜に送った。ついでカヘイが陣夜に赴き、それまでの経緯を説明し、交渉のきっかけを作った。カヘイはディアナ号に戻り、上日のロシア戦功を相渡しこ悟サガキをリコルドに手渡した。ディアナ号クナシリ島到着の知らせを受けた、松前奉行は、銀未役、高橋茂方、小地元平五郎をクナシリ島に送った。二人は、 シーモノフとアレクセイを連れて、クナシリ島に向かい、6月19日に到着。しかしながら、リコルドが日本側に提出した謝罪文は、リコルドが貨幣を捉えた当人であったという理由から、幕府が採用するところとならず、リコルドは、他のロシア政府高官による公式の釈明書を提出するよう求められた。日本側の要求を承諾したリコルドは、6月24日、 釈明書を取りに、オホうツクへ向けクナシリ島を出発。一方、高橋と加平らは6月29日に、クナシリ島を出発。7月19日に、マサキに着いた高橋は、松前部奉行、服部ットに交渉内容を報告。そして8月13日に、五老人らは、牢から出され、引き渡し地である函館へ移送された。リコルドは、オホツクに入港すると、 イルクーツク県知事トレスキンとオホーツク長官ミニツキーの釈明書を入手。そして、若宮丸の漂流民で、ロシアに帰化していた通訳のキ帰フゼン全クと寒気ル流民の急増を乗せて、7月28日にオホーツクを出港した。20日後には、エゾ地を肉眼で確認できる位置まで南下し、8月28日に内浦湾に接近した。 しかし暴風雨に遭遇、リコルドは一旦ハワイ諸島に避難することも検討したが、暴風雨が収まったため、9月11日に、江戸も、現在の室蘭市に入港した。そこで、水先案内のため待機していた、貨幣の手下、平蔵が、ディアナ号に乗り込み、9月16日夜に、函館に到着した。入港直後には貨幣が小舟に乗って、ディアナ号を訪問し、 リコルドとの再会を喜び合った。9月18日朝、家兵がディアナゴを訪問、リコルドはオホーツク長官の釈明書を手渡した。9月19日正午、リコルドと主官二人、水兵十人、全六が上陸、沖の口番所で高橋茂方らと会見し、イルクーツク県知事の釈明書を手渡した。なお、この会談で全六は、 リコルドの最初の挨拶を翻訳したが、以後の通訳は、日本側の通訳、村上定介が言った。松前奉行は、ロシア側の釈明を受け入れ、9月26日に、五老人らを解放し、急増を引き取ったが、通称開始については拒絶した。任務を終えた、ディアナ号は9月29日に、函館を出港し、10月23日に、ペトルパブルフスクに帰着した。 ペトロパブルフスクに帰還したコローニンは、1813年冬に、リコルドと共に、サンクトペテルブルクへ出発した。1814年夏に、サンクトペテルブルクに到着、両名とも飛び級で、海軍中佐に昇進し、年間1500ルーブルの就寝年金を与えられた。一方、貨幣は、リコルドを迎えるため、マサキから函館に戻った9月15日から、 小明寺に収容され監視を受けることとなり、ディアナゴの函館執行後も解放されなかったが、体調不良のため自宅療養を願い出て、10月1日からは自宅で謹慎した。後に、五老人事件解決の褒美として、幕府から金子料を貸しされた。リコルドは、イルクーツク県知事から国境確定と国交樹立の命令を受けていたが、 日本側の姿勢を判断するに交渉は容易ではなく、箱館での越冬を余儀なくされ、レザノフの二の舞になる懸念があることから、五老人と相談し、日本側への打診を中止した。ただし、箱館を去る際、日本側の役人に国境確定と国交樹立を希望し、翌年6から7月に、エトロフ島で交渉したい旨の文書を手渡した。は国交樹立は拒否し、 国境確定に関しての未交渉に応ずることとした。そして、エトロフ島までを日本領、下尻島、シムシル島までをロシア領として、ウルップ島を含む中間の島は中立地帯として住居を建てないとする案を立て、1814年春、高橋茂方をエトロフ島に送った。しかし、高橋が6月8日に到着した時には、ロシア船は去った後であった。 このため国境確定は、幕末のプチャーチン来航まで持ち越されることとなった。五老人は帰国後、日本での補修生活に関する手記を執筆し、1816年に官費で出版された。三部構成で、第一部、第二部が日本における、補修生活の記録、第三部が日本及び、日本人に関する論評である。幕末に、 ロシア正教会の主催として来日したニコライ、カサート・キンが同書を読んで、日本への関心を高めたと伝えられている。そして同書は、各国語に翻訳され、日本に関する、最も信頼のおける資料として評価された。日本でもドイツ語版を重役したオランダ語版、第一部、第二部のみ、が1821年に、オランダ商館長により、江戸にもたらされ、翌年からババサだヨシ。 翻訳中に死去、杉田律教、青内林壮が翻訳、高橋影康が肯定し、1825年、文政8年に本編12巻、黒く2巻からなる、創薬日本記事として出版された。同書は、淡路島に帰っていた、高田や貨幣も入手し読んでいたことが判明している。明治27年、1894には、日本優秀実記として翻訳された。 ご老人と共に監禁された海軍士官のムール商尉は、獄中で、片木から筋、モール獄中上表、ご老人らの職務内容や、今までの活動、ロシアやヨーロッパの国情などについてを書き、ロシア通じ、村上帝介らが日本語に翻訳したが、この状況とご老人の日本優秀期には、多くの総意があったため、書物部業権天文家、高橋影康らは、ムールの 獄中情報をオランダ語に訳して、ロッパで出版する計画を推し進めたシーボルト事件で高橋が失脚したためとんざし、ムールはロシア帰国後自殺したため、日本優秀期の期日のみが史実として広まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。